リーバハウス米日劇庁所図書館、米日劇庁所図書館内部ハーシュホーン博物館と、彫刻の庭ゴードンバンシャフトは20世紀のアメリカ合衆国を代表する建築家の一人。アメリカの大手建築設計事務所、スキットモア・オーイングズメリルの一員として、超高層ビルなど優れた建物を数多く手がけた。プリツカー賞も受賞している。 ニューヨーク州バッファローのユダヤ人の家庭に生まれる。マサチューセッツ工科大学を1933年に卒業、1935年に修了し、1937年までヨーロッパへ研修旅行に出かけた。最初はニューヨーク近代美術館建設などを手掛けたモダニズム建築家エドワード・ダレル・ストーンの下で働いた。ついで流線型機関車や企業ロゴデザインなどを 手掛けていたインダストリアルデザイナー、レイモンド・ローウィの下で働いたが、彼の仕事をあまり信用できないものだと考えた。バンシャフトは3ヶ月で彼の元を去り、1936年にシカゴで創業したばかりの建築設計事務所、スキットモア・オーイングズメリルのニューヨーク事務所に入り、そのパートナーとなった。第二次世界大戦中は陸軍工兵隊に徴兵され、 戦後村に復帰した。バンシャフトは若い頃にミース・ファンデル・ローへやるコルビュジエなどから影響を受けたモダニストであった。彼の最も著名な作品は1951年から1952年にニューヨークに作られた超高層ビルリーバ・ハウスである。石鹸などを扱う科学会社リーバ・ブラザーズ社の本社として建てられたこの箱型のビルは ニューヨーク最初のガラスカーテンウォール広報のビルでもあった。また、1953年にニューハンプシャー州ハノーバーに建設されたマニファクチャラーズハノーバートラストブランチバンクは東海岸に戦後初めて建設された透明な銀行ビルでモダニズム建築の宝石と呼べるものである。その他、村の建築家として彼は ニューヨークのウォール街に建てられたチェースマンハッタン、銀行ビル、イエール大学の米日劇庁所図書館、テキサス州オースティンのリンドン B ・ジョンソン記念図書館、博物館、サウジアラビアジッターの国立商業銀行ビル及び、キングアブデルアジーズ国際空港の端ターミナルなどがある。1950年代、彼はアメリカ国務省の在外建物運営局に雇われ、 ドイツにおけるアメリカ合衆国領事館のいくつかについて建築デザインの共同制作を行った。バンシャフトが唯一手掛けた個人住宅は広さ210平方メートルのトラバーチンハウスであり、これは自分の家族の住宅である。彼の死後この家はニューヨーク近代美術館に移蔵され、1995年にモマからマーサス・チュワートに売却されている。 彼女の大規模な改装計画は近所からの辛辣な批判を浴びた。2005年に彼女はこの家をファッション界の有力者、ドナルド・マハラムに売却したが、彼は老朽化が激しく修理不能と述べて解体してしまっている。バンシャフトが残した個人的な文書は、コロンビア大学のアベリー建築、美術図書館が保存している。また彼の描いた。 建築図面は損に保管されている。ありがとうございます。